19日から22日までハンガリーを訪れていた秋篠宮殿下と眞子内親王殿下。それぞれのご専門である家畜事情や博物館資料の研究調査が目的で、農場では食べられる国宝といわれるマンガリッツァ豚の畜舎を、民族博物館では民族衣装や農具などの展示をご視察されました。なお今回の同国ご訪問は私的なご旅行となっています。今回のご訪問を現地メディアは決定した段階から大きく報じており、コメント欄にはハンガリーの方々から喜びの声が多く寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。オーマイゴッド。離れた場所からでもいいから一目見たかった。ハンガリーにも王室があればなあ。そしたらお二人をもっとちゃんと歓迎できたのに。こんな時に限って私はハンガリーにいないという。日本人ならできるだけたくさんの人に来てほしい。私たちならきっと素敵な文化交流ができると思うから。まさに高貴な人たちという佇まいだった。そういう人たちはもうハンガリーにはいなくなってしまったね。プリンスは生物学者でいらっしゃるそうだ。特にハンガリーの生物に興味があると言っていた。豚だけじゃなくて犬にも造詣が深いようだ。日本の皇族を迎えられるなんて農場の人も光栄だったでしょうね。ハンガリーと日本の永遠に続く友情に乾杯。地方にも足を運んでくれたのがいいな。日本人はそっちの方が興味があるのかもしれない。ブラボー日本。礼儀正しい振る舞いが印象的だった。ハンガリーを音楽の国として認識してくれてるって話を聞いたけど、実際のところはどう思ってくれてるんだろう。お二人が素晴らしい時間を過ごせていることを願っています。俺もお二人にお会いしたい。遠くから見るだけじゃ嫌なんだ。皇族の前でどういう振る舞いをすればいいのかはわからないけど、日本のプリンセスは美しいね。プリンセスマコがハンガリーの豚に興味津々で嬉しかった。でも農場に行って楽しかったんだろうか。日本はすごく綺麗な国だし、匂いとか気にならなかったかな。そうか、すでに養豚場で豚に会ってたから政治家たちには会おうとしなかったのか。お二人は政治家よりも知識人と会いたいだろうね。もし我が家に来てくれたら私の漫画コレクションを披露するのに。殿下、そのタイプの口ひげは誤解されちゃうこともあるかも。日本からわざわざ来てくれたってだけでかなり嬉しいよな。プリンセスは養豚場に来て楽しめたんだろうか。政治家たちを日本の皇族に近寄らせちゃダメだぞ。プライベートとはいえ警察の警護はやっぱりすごかったね。こっちの政治家との佇まいの差よ。日本の皇族をちゃんとした儀礼でもてなすことができたのか心配だ。日本のプリンセスの振る舞いや佇まいは尊敬に値する。この時期に来ちゃったの。夏のハンガリーは来ちゃいかんってあれほど言ったのに。あらあら、なんて可愛らしいお姫様なのかしら。これを機に町の名前をプリンスにあやかった名前に変えてしまおう。でも日本人ってかなりのレイシストって話だぞ。それは昔から変わってない。特に黒人、東欧人、アラブ人に対しては。今の日本がどういう国なのかを見ろよ。資源に全く恵まれてない国が外国を支援するまでの国になった。そういう国には敬意を払うべきだろう。偏見でしか語れない人間は無視するのが一番。博物館を選んだのは素晴らしい選択だったよ。博物館側としてもかなり光栄なことだったろうね。歓迎のために国は予算を出してもよかったんじゃないかな。日本が特別な友人だ。そんな国のロイヤルティを迎えることができるなんて本当に嬉しい。二人とも年齢よりもかなり若く見える。基本的にアジアの人は欧米人より健康的で若々しいよね。プリンセスを参考にすれば若く見えるかもよ。多分黒髪の方が若々しい感じになるんだと思う。歓迎の声とともにお二人に自国がどう思われるかを気にする声も目立ちました。